都知事選に向けた動きが目まぐるしくなっています都議会の都民ファーストの会と公明党そして有志の区市長らが小池知事に出馬を要請小池知事は重く受け止めたいと述べました都知事選まで1ヶ月を切る中都庁では選挙に向けた動きが活発化しています今日午前、小池知事のもとを訪れたのは 知事が特別顧問を務める地域政党都民ファーストの会の幹部です。東京大改革を進めなくてはならないとして知事選への出馬を要請しました。ぜひともですね小池知事の卓越したリーダーシップこの元でですねさらに東京大改革を推進しですね東京からまたわが国全体にですね大きな影響を与えるような。 取り組みこれを進めていただきたいと思いますまたその直後には都議会公明党も面会に訪れ知事の新型コロナ対策や子育て政策を評価し参戦に向けた出馬を求めました継続は力って言葉がありますけれどもようやく知事が1期目そして2期目と特に2期目はしっかり都政の皆さんとの連携をしながら手を打っていただいた この流れをぜひとも3期目続けていただきたい。立て続けに要請を受けた小池知事は、今日いただきました大変貴重なご意見と、そしてまた重いご提案でございます。あのしっかりと受け止めていきたい。都政をしっかりと発展させ、持続可能な都市にして世界一にしていくと。 いうことこれなどをしっかりとこれからも皆さんとともに進めていきたいこのように思っております重く受け止めさせていただきますまた午後にも出馬を要請する人たちが有志の区長や市長らの代表です都内自治体のおよそ8割に当たる52区市町村のトップが要請を行った形となりました ここまでの実績をやはり延長して、3期目をやりになるんであれば、われわれもまたはっきりものを言わせていただいて、東京都のために、またわれわれの立場と、多摩の全地域のために、いろいろお願いをしたいと、そういう思いが最大公約数的にあるんではないかなと思います先ほど、小池知事は報道陣に対して。 本当に多くの方々から、あの、出馬要請ということで、えー、いただいております。しっかり重く受け止めて、えー、いきたいと思っておりますが、まあ、明日からに、あの、第二回の、と、定例議会が始まりますので、そちらの方に取り組みたい。えー、今、こういう気持ちでございます。はい。はい 小池知事は現段階では出馬の意向は表明していませんが都知事選にはこの他にご覧の合わせて20人以上が立候補を表明していますそして小池知事の出馬に向けた機運が高まっていますが現時点での各党の動きを見ていきますはいまず上の段です独自候補の擁立を断念した自民党は小池知事の支援に向けて調整する動きを見せていまして 関係者によりますと、今日都議会、自民党の幹部が小池知事と面会し、選挙の戦い方を相談したということです。そして、地域政党都民ファーストの会は今日小池知事の出馬を要請し、東京大改革のさらなる推進をと求めています。公明党も小池知事の出馬を要請、小池知事の特に2期目を評価継続した都政をと続投を求めています。 一方、下の段ですが、立憲民主党は、蓮舫参議院議員を支援する方針で、党一丸でバックアップすると表明しています。そして、共産党も蓮舫議員を支援する方針を示していて、蓮舫議員は最強、最良の候補、反自民、非小池都政と強調しています。はい、ここからは、都庁キャップの椿原さんとお伝えします。よろしくお願いします。お願いします。 椿原さん、小池知事が出馬を表明する前に各政党が応援の動きを示しました。この動きの背景はどういったことなんでしょうか。はい。今日都議会議員に取材したところ、自民党の幹部は現実的に応援しなければならない状況だと話していました。 ただ、衆議院補欠選挙で自民党が乙武さんの相乗り支援に向けて動いていたものの見送りになった経緯を踏まえ小池知事に対しては、どのように支援をするのかを慎重に考えている様子でした。今日、自民、都民ファースト、公明は小池知事と面会しましたが自民,の自民党の面会は非公開で行われたことから選挙の関わり方を模索していることが読み取れます。 一方で都民ファーストの会の幹部は小池知事の選挙結果が党の勢いに大きく関わることから選挙の準備期間を少しでも長くしたいと話していたのが印象的です。また蓮舫議員が明日開会される都議会を訪れ各会派に支援を呼びかけることが分かりました、はい、都議会をめぐっては各会派も都知事選に向けて本格的に動き出しましたね。 そして、区長や市長らからの要請もありましたが、これに関してはどういった背景があるんでしょうか。はい。今日区市町村の8割にあたる自治体が要望を出しましたが、小池都政が打ち出した政策を継続してほしいという思いが強いようです。多摩地域の市長を取材したところ、給食費の補助など、東京都が自治体に対して行っている支援が、知事の交代で終わってしまうのは困るという話をしていました。 うん、継続というのを強調した形ですね都知事選挙は来月20日告示7月7日に投開票です